ね、あでもね、もうそういうところで言うとね、うん、まあ、バック側の意見としましてはですね、もうちょっとね、もう水着とかはやめた方がいいよ。うん、あ、逆に気に焼けるから。うっそー、もったいなくない？もっとね、もう長袖にしよう。あえて水着を長袖に、うん、長袖にしよう。もうなんだろう、ウェットスーツでいいよ。ああ、ウェットスーツ。ああ、そう、あれもまあ言ってしまえば、水着のそうだね。一種だね。あれ、でも出すことに意味はない、ない。やっぱり出してほしくない。いや、危ない。怪我しやすいから。ああ、女の子やっぱり肌大事だし、ね。そう。焼けると困っちゃう。もうだからもう靴とかも履いとこちゃんと。水着だけども、ちゃんと靴履いとく。まあね、手とかも怪我しちゃいけないから。砂浜によっては結構こう、ね、ちゃんとビニール系のあの強いゴム製の手袋とか履いてつけていただいて。手袋もつけちゃうんだね。髪の毛も出ちゃうといけないんでね、あのちょっとね、水泳帽をつけていただいて。で、やっぱね、目も守らなきゃいけない。ゴーグルつけましょう。なるほど。でもね、いろんなことを考えると、やっぱりね、酸素ボンベとかも必要かなと思ってくるんで、やっぱりこう、ね、こうガスマスク的なやつでも全てをこう覆い隠すタイプ、ね、そう、もうフルアーマーでいきましょう。フルアーマーで、やっぱりそうじゃないとね、こうもう危ない、危ないね、危ない。なんだったら本当はね、そういうところに出てほしくないから、ちょっとね、できれば家から一歩も出ないでほしいですね。病んでる。水着とかも、家で大丈夫だよ。大丈夫、だから海とか行かない。